皆さんこんにちは、 SE プラスの山田です。このラジオは IT 教育会社の SE プラスが旬な IT のトピックや人材育成を中心に個人の見解をほのぼのと語るラジオです。寺井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちばりよ。ちばりよ、はい、ということで今日はあの特別なゲストが来ています。寺井さん、よろしくお願いします。はい、本日ですね、ほのラジ2人目のゲストということで、はい、三好講師にお越しいただいております。はい、三好さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。千葉利用ってあの沖縄の頑張れよみたいな意味でしたっけ。ちょっと意味はわからないんですけど、分からないです。沖縄の方言1個入れてみました。はい、で三好さんがなんか最近あの沖縄に行ったということで、はい、行きました。三好さん、はい、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、沖縄の話、沖縄の話じゃちょっとだけ、ちょっとだけお願いします。ちょっとだけ、はい、ちょっとだけやったら言われへんけどな。どこを言うか。まあでも三好さんあれですもんね、あの前提としてはこう飛行機に乗れない中で、うん、飛行機乗れないんじゃないで、乗らない、乗らない。なんでそもそも乗らないんでしたっけ。これ話しだしたらもうこのオープニングトークだけでなくなんで。なんでそう膨らませるの。運命的な、運命的な、あ、運命的なんですか。あるある、運命的、ほんまに運命的やね。あの簡単に、はいはい、簡単にコンパクトに、はい、あの僕昔オートバイレースやっててね。はいはい、オートバイレースを鈴鹿走ってて、遅いねんで、ね、遅いねんけど、はい、安全運転しとったから鈴鹿で、そうそう、鈴鹿で安全運転しとったからあんまり速くはないねんけども、はい、でもレースやってて、はい、で練習走行とかって大体月1回ぐらい行くねんけど、うん、その練習に行く前の日に飛行機事故の夢を見るね、何回か。おー、すると次の練習走行で必ず飛ぶっていうね、こけるっていう。でその飛行機の爆発の大きさによって怪我の具合も決まってくるっていう。予知夢能力あるんですか。もうそれがなんか予知夢かなんか知らんけども、そういうのがずっと続いてて 100% すごい、うん、一回 130R でこけたよ、飛んだよ、ガーンって。 130R ってなんですか。あの鈴鹿の中で一番の高速コーナー、多分200キロぐらいで曲がるんかな。だから R がその緩やかやから。あ、そうそう、なるほど、うん、でそこで200キロのでバイクで転んだ。そうそうそう、今度飛んだ飛んだ。あれやで、200キロのバイクでこけると、はい、ほんまにスローモーションになるで、こけてる時。あ、そろそろもうあの滑り出して、あ、いや、そこはエスケープゾーンが広いから、あの怪我はせえへんね。あ、怪我はしなかった。怪我はしないし、ね、いやでもしますよね、転んでますから。うん、ただ滑っていくねんな、こう倒しすぎて滑っていって、で自分も滑ってるやん、はい、でも単車の方が重いから単車の方が先滑っていくから、はあ、だから人は安全やねんけど、滑ってる中で、ああ、もうそろそろこれ立たなあかんなと思って手つくやん、はい、ほんだらまだその滑り立てのところでゴロゴロゴロってなって、でそれ、そっからずっとスローモーションやねん。でまた、あ、もうそろそろ立てるかなと思って立とうと思ったらまたゴロゴロゴロってなって、はい、あ、だからずっと滑ってるってことですね。そうそう、滑ってんのがスローモーションや。だってそれって他の人から見たら一瞬なわけですもんね。そう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 、うん、それがそんなね、細切れで意識が、あ、こけたっていう感じ。いやー、あ、こけた、そろそろ立とうかなっていうのが全然立てなくて、はい、そうそう、でそれ、その時にまあ体自体はどうもなかったんけど、はい、単車がもうくちゃくちゃになって、はいはい、でその前の日に見たのがすごいでかい、その身近で飛行機が落ちてきてバーンって爆発ですね。でその頃から、あ、俺飛行機乗ったらあかんねえやって、はいはいはい、うん、そんな感じ。不思議すぎますね。そうそうそう、でも、うん、確かにそんだけ飛行機爆発する夢見てたら、そうやね、乗れなくなっちゃう、ね、そう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 、まあ、そんな三好さんがあの、うん、すみません、本題はまだ行ってないですよ、その、うん、はい、鈴鹿で多分1時間ぐらいかかっちゃうから、そうすると沖縄ですよね。この話でそんな中でも、うん、沖縄に行かなければいけないってなると行かない、うん、要は北海道とかだとなんかあの線通ってるイメージありますけど、うん、沖縄って陸路つながってないですよね。つながってない、つながってない。ってことは船で行く、船、だから船があったら僕はどこででも行けるから、なんかワンピースみたいな、マルコポーロみたいな、ワンピースか。船さえあればな、船さえあれば行けるから。で実際でもどうやって行くんですか、うん、関西からですもんね。関西から新幹線で鹿児島まで直通やから、はい、鹿児島まで行って、はい、で鹿児島でその鹿児島中央で降りたら、そこからバスで10分ぐらいで三段やから、はい、近いですね。そうそう、そこから25時間かけて沖縄に着くっていう。25時間、はい、那覇まで25時間、ね、24時間テレビ終わっちゃいますね。終わっちゃう終わっちゃう。でもまあ
で日本やから、はい、船の船員さんも日本人やし、はい、日本語通じるし、はい、そうそう、で船が綺麗ね、やっぱり、うん、鹿児島は、はい、鹿児島沖縄間の船って綺麗から、だから2022年にできたのかな、確か新車で、そうそうそう、だから快適な旅やった。へ、でも直通で行けるんですか、那覇までは。那覇の、いやいや、離島に泊まる、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論、それって、うん、あの停留みたいなのするんですか、それとももう乗り降りだけで。乗り降りだけ、うん、ただ荷物の積み下ろしとかがあるから、いや1時間ぐらいかな、長いところで1時間ぐらいは止まってるけど、うんうん、やっぱりそれはもう荷物の積み下ろしと人の乗り降りだけ。もともと沖縄っていうのは、はい、乃木坂のライブで言ってんけども、はい、申し込むときはどうしようか迷っとって、沖縄だけ申し込まんとこうかなと思って。あ、まあ飛行機のイメージありますからね。そうそう、うん、でもまあ沖縄も当たったら行きたいなと。でもできたら沖縄だけは当たらんといてくれっていう思いがあって、最初は沖縄はやっぱり一番その行きたくないところやって、金もかかるし時間もかかるし、そうっすね、うん、どうせやったら大阪当たってほしいやんか、はい、大阪やったら近いから、はい、でそれでやったら沖縄が当たっちゃって、でその時もでも天気次第でやめとこうか思って、はあ、うん、で行くのを決めたのは天気が良ければ星が見れると、沖縄星綺麗から、うん、それでもう天気が良かったら行こう、雨になったらやめようって決めとって、でずっともう1ヶ月前から週間天気ずっと見てて、はい、まあ、週間天気で1ヶ月前は見られへんけど、その月間の大体分かるやんか、はい、あれで見てたらどうもその期間中っていうのは晴れてると、はい、だから晴れてるんやったらその前後に与論行こうっていう、そういう感じで与論島で降りてそれぞれ一泊して、はい、で星を見に行った。与論島が一番星綺麗ね、こうですね、一応あの辺の中やったら沖縄よりも与論の方が星綺麗、ね、街灯も少なそうですしね。そうそうそう、街灯もね、あれ与論島の街灯って星を見るために、はい、街灯って普通に上の方にも光漏れるやん、はいはい、与論島の一部のところっていうのはその街灯が下にしか行かないように光が、なるほど、やってんねん、光源対策っていう、光源対策っていうんですか、そうそう、光害対策か、光の害っていう、そういうことか、うん、それは与論のそのツアーに行った時、はい、うん、星のツアー、星空ツアー、そうそう、その一組限定でやってくれてるところがね、アートクルスやったから、へ、うん、そこでおっさん一人とお兄ちゃんがおっさん連れて行ってくれた。あ、そっか、うん、皆さん一人で行って、一人で移動してるんですよ、ね、お一人様天国やからな、一人で行ってで一人で与論楽しんどってんけど、はい、あれね、あの与論島とか沖縄っていうのは、はい、やっぱり一人よりも友達と行った方が楽しいわそうそう、であとできたら飛行機で行った方が早く行って早く帰れる。あ、おすす、え、沖縄のそのおすすめのおすすめ、いや、それ当たり前なんですけど、わざわざなんかあのすごいおすすめのみたいになってますけど、うん、船のおすすめポイントもあれ、あ、ありますか、やっぱりあえて船、そうそう、船はねやっぱり綺麗から、それからやっぱり夕日が沈むね、鹿児島は6時に出るから、うんうん、だから夕日がその夏場やったら、はい、夕日は綺麗な、で海がやっぱり島に近づくにつれてすごい緑からそのヨロンブルーとかブルーになってくる、海が綺麗だから、その行く前は沖縄はやっぱりできたら当たってほしくないなと思ってたやん、はい、でも当たって行ったら沖縄アリーナっていうのはバスケやってる、はい、知ってるやろ、はいはい、沖縄アリーナが一番でかいから沖縄アリーナでやんねんな、乃木坂って、はい、そしたらあそこバスケやって、バスケってちっちゃいコートで、なんや、人数も 何でやんのバスケって、バスケ10人10人ぐらいか、5人5人、うん、はい、だからちっちゃいやん、それが1万人ぐらいが見れるようになってますね、どこから見てもちゃんと見えるようになってんね、はい、最新っすもんね、あの、そうそうそう、アリーナは、だからあそこでライブやってくれたらスタンドから見ても近いし、まあ僕はアリーナやってんけどなアリーナのもうほぼ上席のところで、なんかこの手を伸ばせば届くような距離に乃木坂ちゃんがいて、はい、でライブも良かったし、もう来年からはあれ乃木坂じゃない、沖縄は第一候補、
第一候補まで上がったんですね。上がった上がった。だからまあ船で行くからだいたい1回行ったらもう10日ぐらい帰ってこられへんねんけど、はい、まあ前後に世論入れるからな。ああなるほど。そっか、そう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 。世論どころかこれからはあれやで、その奄美大島で降りて一泊、徳之島で降りて一泊、ね、沖永良部でって島ごとに一泊ずつして少しずつ進みながら、少しずつ進みながら、え、そのプランをやろうと。プランをやる。うわ最高ですね。だから2週間ぐらい帰ってこられへん。、うん、まあでもリモートやから、はいはい、SE カレッジとかコードも沖縄からやるから。あ、そうなんですか。 Wi-Fi とかさえで沖縄からやるから交通費もやっぱり出してもらわなあかん。 SE プラス、いやおかしいですよ。 SE プラスに出してもらって旅費、旅費かな。おかしいですよ ね、 だってリモートだって言ってんのに。まあな、うん、はい。まあ、そんな三好さんに何かちょっと我々からの質問、うん、そうです ね、 ね、ちょっと本題に移っていきたいなと思うんですけど、はい、沖縄アリーナ、沖縄アリーナの良さですか。沖縄は一回忘れまして、はい、まあでもまたすぐ本当にバスケのワールドカップが始まる。いや、ちょっとあの沖縄につなげ戻すのやりましょう。はい、あの今日三好さんにお聞きしたいのは、はい、まあ、巷を騒がせている、うん、チャット GPT、うん、ま、とか、まあ、生成 AI ですね、はいはいはい、がその教育現場にとって、うん、教育現場にとって、ね、はいはい、どういう存在なのかっていう、うんうん、ああ知らん。考えをお聞きしていきたいなっていう、ね、うん、なんかあるじゃない、あるじゃないですか。やっぱりその我々も新人研修とかやってるんですけど、はいはいはい、その時に、はい、あの使っていいか悪いかみたいな、で使い方をどうするべきかみたいなことで、はいはい、まあ一つはもう全面的に全面開放みたいなこととか、あとはある程度こうガイドラインを決めて、こういうことまでは使っていいよとかっていうのを一応定義するみたいな方法が今のところあるんですけど、皆さんどう捉えてますか、こう生成 AI というものに関して教育での使い方。はいはいはい、あの生成 AI の中でもチャット GPT、 チャット系、チャット系で一回、はい、うん、チャット系に関してはもうあるからな、ものが、ものがあるから、うんうん、あるものは最大限に利用するっていうのが基本的な考え方やな。そうじゃないと使ってはいけないって言っても使う人は使うし、はい、で使ってる人と使ってない人の差が出てきたらもう、うん、やっぱりそれはそれでまたおかしいし、うんうんうん、で多分教育系でダメって言ってるのは、うん、それで安易に答えを出したらその、まあ、まあ簡単に言ったら人の脳の練習にならないよっていうことやの、うんうんうん、でズルにつながったりと、うん、いう感じやから、そこをちゃんとそのこんなことでじゃあ練習にならないよっていうことを前提に禁止するよりも、はい、そのまあ教育で使うんやったら受講生とかその学生さんが自分が使っても意味がないかな、使ったら練習にならないなって思わせないと仕方がないよな、うん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 、だからこういう時は使おう、こういう時は使ったらあかんねんなっていう、そういう切り分けになるんじゃないかなと思う、うんうんうん、まあ、今も実際にあの、うん、ググるかべきかどうかの判断っていうのは各々がしてますもんね、うん、その学生も含めて、うん、まあ、ただこういうことは教えといてあげないといけないっていうのは、はい、例えばインターネットが出てきた時もそうやけども、はい、チャット GPT もそうやけどね、はい、なんか人に質問されたりそのなんか会話をしてるときに、はい、分からないことが出てきたときに、はい、あちょっと待ってってスマホで検索したり、うん、あちょっと待ってチャット GPT に聞いてみるわって、そういうのよりも、うん、もう全部普通に頭の中から情報を出してる方が、うん、会話はスムーズにいくし、うんうん、なんか、まあ、頭がよく見えるのがいいかどうかは別にして、うん、あこの人何も知らないんだって思われることはないよね。確かに、うん、だからその常に検索に頼るんですか、常にチャット GPT に頼るんですかっていう、うんうん、頼れないシーンはどうするんですかって考えたら、うん、やっぱり、うん、頼らなくても答えが出せるように自分はありたいって思うんが、うん、思わないといけないんじゃないかなとは思う、うんうんうん、だからあの例えばその車が出てきた時にね、はい、まあ馬でもいいか、人よりも速く走るやんか、はい、はい、まあそれが出てきたからじゃあ人は速く走らなくてもいいかって考えたら、うん、馬は馬のレースがあるし車は車のレースがあるし、うん、人は 100m とか、うん、1500とか、うんうんうん、競争するやんか、うん、だから別にチャット GPT が出てきてもチャット GPT の使い方の
プロがいて、うん、優秀な人がいて使えない人がいる、うん、でチャット GPT とかがなくても答え出せる人がいる、うん、そういう競技があるとか、うんうんうん、その手段が分かれるだけやと思うねんけどな、うんうんうん、そう考えたらチャット GPT の使い方で使いこなさないといけないっていうのも一つだし、うん、なくてもある程度のところは自分の能力って高めていかないといけない、うんうん、で教育で難しいところっていうのはその高めていかないといけないっていうところに最初からチャット GPT に頼ってたらそっちの能力が高まらないよねっていう、だからその高まらないよねっていうことを教えてあげるのが教師とかあれなんじゃないかなとは思うんだけど。なるほど、うん、そこを伝えてちゃんとそうそう理解して納得してもらってっていう、うん、結局そのチャット GPT とかでいろんな答えをその出してもらっても責任を持つっていうことに関してチャット GPT は責任持ってくれへんよ、はい、自分が最終的に責任持たないといけない、はい、だからそこの何やろ何か課題があってそれに対する回答を自分がしないといけないってなった時に、はい、チャット GPT の出した答えに対してチャット GPT やったらこういう答えになってますっていうのはできると思う、はいはいはい、けれどもそれを自分が考えたことの答えとして出すっていうのは、うん、あまりにもリスクがあるし、うんうんうん、それを本当に出し自分の答えとして出すか出さないかは人間の判断やから、うん、その判断ができるぐらいのスキルっていうのは絶対必要。なるほど、うん、でも判断ができるスキルすなわち結構な勉強までしているか学習というかあるから、うん、まあ、そこが判断できるっていうことはなんていうんですかね、いいことですよね。そこ、そうそう、だから僕が今チャット GPT は確かに使ってんねんけど、うん、どんな使い方をしてるかっていうと、うん、最終的に自分が責任持って例えば本書く時でも講義で話す時でも人に話す時でも最終的に自分が責任持たなあかんや、はい、だからチャット GPT は自分の知らない視点、そういう視点を与えてくれへんかなっていうことで聞いたりはしてる、うん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 、だからそれであそんな角度のキーワードがあるんだとか、うんうん、あこれ自分の知らん言葉やなって、でその答えをベースに徹底的に調べるっていう、うんうん、その使い方としてはすごい便利やな。うん、なるほど、うん、で自分の期待してることを返してもらったってそれはあんまり意味がないから。確かに、そうそうそう、うん、だからよくチャット GPT は嘘をつくっていう、あれって学習の仕方によって答えも偏るし、うん、そういうふうな嘘に間違った答えを出すこともあるやん、はい、でそれが間違ってるって判断できないと怖くて使えない、うん、で今の時代ね、例えばチャット GPT がこんな答え出してますっていう話をオープンにするっていうのは全然リスクはないけど、うん、チャット GPT の出した答えを自分が間違ってんのに出したとするやん、はい、だからそれ間違ってるよって言われた時にとか、あるいはあれこれチャット GPT で作ったんじゃないっていう、そのなんやろ、そういう汚点が1個つくだけで、うん、オセロゲームのように信頼度ってなくなんで、そう考えたらチャット GPT の出した答えをさも自分が答えたように使うっていうのはリスクが高すぎてできない。確かに、うん、その間違えたことの説明ができないですよね、うん、もともと自分で考えたものが間違っていれば、そうそうそう、ここの解釈を間違えてしまったから、うん、こういうことになったって言えますけど、うん、そこもチャット GPT からって言えないですもん。そうそうそう、でそれで知ったかぶりをして答えたとしても、うん、一回あこの人はなんか偉そうなこと言ってるけれども、うん、チャット GPT の答えを言ってるだけやっていうレッテル貼られたら、うん、言葉の説得力はガタ落ちやから。そうですね、そんな怖いことってできへんよ。確かに一回いてもだいぶ信頼失っちゃいますね、うん、そうそうそう、だからチャット GPT の答えを例えば何かのレポートにさも自分の答えのように出すとか、うん、そんな怖いことってできるのかなっていう、うんうん、僕はやりたくないし、うん、僕はできないし。なるほど、そんなんやったら自分の出した答えで間違ってるって思われた方がいいし。そうですよね、うん、だからそんな怖さっていうのは教えてあげないと怖いよっていう。それとあとね、はい、もう一個、まあ、なんでチャット GPT でこんなに騒いでるか分からへんねんけども、はい、結局誰が何を言おうがどんな答えを出そうが人って根拠を求めるんよ、うんうんうん、えなんでその答えなのとか、なんでっていうことで掘り下げていくやん。確かに、
チャット GPT そこ根拠がないもんな、うん、答えの、うん、これが答えですよって出してくれるけれども、え、それはなんでその答えになってるのっていうのは、うん、AI が出されへんね、うん、うん、こんなデータいっぱい読みましたとか、うん、データにこういう傾向があるからとかっていうのは、まあ、聞いたら出してくれるかもしれんけども、まあ、でも聞くっていう調べる行為を本に使い手がやってますからね、うん、そうそうそう、だから根拠が必要ってなった時に、うん、なんて答えるのかなっていう、うん、え、なんでそれはそういう答えなんですか、どっからリソースはとかって言われた時に、いや、チャット GPT が答えているんですよって言うしかないやん。確かに。だから結局チャット GPT とか AI とかはこういう答えですよっていう使い方しかできへんのちゃうかなとは思ってる、うんうんうん、あのチャット GPT のチャット系はね、うんうんうん、あの競馬もそうやんか、 AI が予想しましたっていうのを一つの予想にしてるやん。確かに、はいはい、AI 予想ですね、うん、AI 予想でも AI 予想なんかもうベテランになったら信じへんやん。それよりもこの人の言ってる方がやっぱ確かにそれが成り立ってるってことはつまりそういうことですよね。そうそう、 AI 予想なんか昔から競馬ではやってるけど、はい、もう誰も AI 予想なんか信じへんからな。あ、そうなんですか。当たれへん当たれへん、あんな、あんなんよりも米光さんの方が当たんねん。なそこは何ですか、やっぱり勘ですか、肌感っていうのが入ってくるんですか。やっぱり人という穴党とかさ、穴党この人は穴を当てるとか、ほうほうほう、人によってやっぱり変わってくんねん。この人が本命に打ったらまず間違いないとか、人の癖って出てくるやん、うん、でもその人の癖よりもそのいろんなデータを読ませすぎてるから、うん、その平均点になんねん AI って。はいはいはい、はい、だから AI の答えって、あ、そらそうやねっていう感じ。なるほど、なるほど、うん、だから結局そういうところに落ち着くから、あんまりなんやろ、そんな騒ぎ立てることかなとは思うけどね。あ、そうなったらでもそのチャット GPT ですっごい便利になってるところとかもあるから、はい、だからそれは利用していった方がいい、うんうんうん、であれをその AI 予想っていうのを一つにして、それよりも人間の5人10人のトラックマンの方の予想を加味しながらさ、はい、考えていくっていうことになってくると、競馬に対してもそれなりの知識が必要や、はい、だからチャット GPT を使いこなすための知識っていうのを教えてあげるっていうのがいいんじゃない。あ、うん、こんな便利な使い方があるよと、この使い方は危険だよとか、うんうんうん、なるほどね。そうそうそう、その株価とかもそうですよね。そういう意味で言うと、そのいわゆるコンピューターで出したものを信じるか信じないかとかっていう話も、うん、またなんかその本人次第というか、うん、で株価とかもそうやけれども、はい、AI 予想競馬の方もね、はい、もしそれが本当に当たり出したらオッズが下がんねん、はい、確かに。そうそう、ほんだらそれに乗っかってたら儲かれへんねん。なるほど、なるほど、そうそう、世の中うまいことできてんねん。確かに、うん、で人っていうのはそこと勝負しようと思うから、はい、だから AI の答えを画期的に外そうとするやん、うん、そしたらそれがまた一つの流れになってくるから、はい、結局ね、じゃあどっちが世の中の流れを動かしてるのってなったら、はい、AI って過去のデータを読んでる限り後追いやからさ、うん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 、だから人が流れを変えていくやん、 AI に勝とうと思って、うんうん、そしたら、うん、所詮 AI なんじゃないかなとは思うねんけどな。なるほど、うん、だからそこにそのなんか AI でも最近ほらよく言われているのは、人の感情を入れるとか裏切るとかな、はいはい、急にその今までの過去のデータにとらわれずに違うことをやるとか、はい、それで人間らしくしようっていう動きもあるやん、うんうん、それやってったら収拾つけへんやろ、確かに、結局、うんうん、何の目的だっけ。そうそう、だからまあ株価とかも競馬もそうやけれども、みんな同じ答えなんやったらオッズが下がるからって考えといたら、うんうん、いかにそこの裏切りっていうところ、うん、そっちに持っていけるかっていうのは人やと思うねんけどね、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、今回ちょっとチャット GPT ということで。そうですね、そんな話、三好さんの話を聞けるのは SE 会社で聞けるんですかね。聞けます。あるかそんな講座。ある？まあやろうか。こんなあの三好さんがあのね、あの登壇してるのはコードだったり SE カレッジ、我々のサービスもあります。SE カレッジであれやろうや、あの競馬予想について。いやいや絶対ダメです。なんで？いやいや競馬予想のさ、あの、はい、例えば競馬ブックとあれを並べて、はい、
でどの紙面がどういう予想かとかさ。でもそれはもうホノラジでやるしかないですよ。ああ。三好さんやっぱ競馬を好きなんですね。そうやで、あの負けてるからな、全然当たれへん当たれへんからあんまり参考になれへんねんけど、ね、うん、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、はい、本日は三好さんにいろいろお話を伺ったんですけれども、はい、最後に少しご紹介がございます。はい、SE プラスでは、三好さんも登壇をしている高度情報処理技術者試験の対策ができる高度などのコンテンツを持っております。ご興味のある方は SE プラスで調べてみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。さよなら。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうも。